あ、どうしたのシマリス君。すごく元気がないよ。変な測り方しないでください。シマリスは憂鬱なのです。新しい家を探せ。ああ、広さはくるみ1万個分くらいで、誰も住んだことがない新しくて綺麗なところで、おしゃれな森にあって、近くに遊ぶ場所と美味しいくるみが取れる場所があるだけでいいから。そんなところがあったらシマリスが住んでます。そもそもどうしてピッポさんなんかのために。お前な、弟として大ちゃんを喜ばせたくないのかよ。大姉ちゃんは関係ないのです。あるに決まってんだろ。お前に探させてやるのは、俺と大ちゃんが一緒に住むための家なんだから。え、